中古の妖怪ウォッチ最強王決定戦どうも皆さん、こんばんは、ブランドのパカです。ということで、今回なんですけれども、今まで過去動画でね、僕、妖怪ウォッチの中古を開けるって動画で、4つぐらい中古買ってるんだよね。で、今回はその4つの中古ロムを使って、トーナメント形式で最強のデータは誰なのかっていうのを決めていきたいと思います。ということで、手元にこのように妖怪ウォッチのロム4つあるので、適当に選んで、はい、刺していきたいと思います。僕今ね、3DS 2台使いしてるんで、向こうにも刺して、こっちにもじゃあこのロムを刺させていただこうか。でれでん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 、パン。これどういう結果になるかマジでわかんないからね。じゃあ、早速、まずはこっち側のデータ、プレイヤー1! 見ていこっか。さあ、ということで、まずエントリーナンバー1はこいつだ。えいよ、クララ一番弱いやつ引いた。まあ、基本的に、動画で紹介した3つファイルであるときは、動画で紹介したデータで戦っていきます。もうストーリー始めちゃってるもんだって。キュキュキュじゃないのよ。さあ、ということで、手持ちはこんな感じだね。もう意味がわからへん。クララが立ったってなんだよ。ということで、ここで対戦を始めようか。そして、ここで相手のデータも紹介すると、今見ますね。今見ますよ。僕、今、違う方の 3D 使ってます。はい、流星くん。スクショ出てると思うんだけど、どうなるんだわからない。流星くん、この動画で紹介した人なんだけど、パーティーはこんな感じです。まあ、いや、どうなるんだ?お!ということで来たね。妖怪、え?あんまり見たくないよ、俺この戦い。流星くん視点で見たかった。なんで俺クララちゃんでこの対戦見ないといけないの?こんないきなり始まるんだね。ということで、第1回戦第1試合スタートです。まあ、準決勝とも言うよね。それは4人しかおらんないから。いやー、これ勝ちようが。どうやったら勝てんのクララちゃん。基本、この最初の試合だけこう、サークルだけ回して、まあ、必殺技は溜まったら打っていくって感じでやっていこうかなと思います。まあ、基本操作はなしですね。まあ、向こうのチームもこっちのチームも別に下げる妖怪いないだろう。ということでいきます。よーい、スタート!いざ、勝負!さあ、どうなんだって話。え?ミミの動画塾!おい!トリリン!クララ行け!ちょ。見たくない。クララちゃんごめん。俺、こんな企画する予定なかったんだけどさ。じゃ、マジで。おー、今チャンス。キルキくん!ちょ、待って、これ。いや、でしょうね。正直に言うわ。でしょうね。ということで、第1回戦、第1試合、流星くんの勝利!お疲れ様でした。もう二度とこれクララちゃん対戦せんぞ、こんな苦渋味わっちゃったら。はい、ということで、第1回戦第2試合に移りましょう。ということで、第1回戦こっち側のロムはこれでいこうか。多分もう強い人しか残ってないんじゃないかな。まあ、リオセ君もだいぶ強かったんだけど、ようやく多分これで互角なバトルになるんじゃないかなと僕は思います。というわけで、第1回戦第2試合のこっち側のロム見ていきましょう。誰が来ているのか、こちら。お、しゆうすけ。こっちしゆうすけか。プレイ時間では圧倒的な1位だからね。はい、ということで小ヤギ郵便に来ました。しゆうすけくんのパーティーはこんな感じだね。武士ニャンだけレベルがちょっと低いのか。しゆうすけくんどういう育て方してた?わかんないけど、そのままで戦うという、今回ルールなので、そのままでいきますよ。対戦始めましょう。これ、妖怪何段とか、この子も出てくんのかな?で、さっき出てた、あ、初心者なんだ。俊介くん、対戦はしてなかったんだね。ってことは、画面に映らない側のロムは、一番最近の開封動画で開けた、パパだよね。いやー、パパとこれは熱い戦いになるな。パパのパーティーは、こんな感じ。まあ、レベルが、まあ、ちょっと低いけど、なんだろう、別に勝てそうっちゃ勝てそうだし、みたいな。キャラパワーみたいなとこあるよね。お、来た!パパとしゆんすけ。平均レベル74なんだ。で、こっち91。さあ、ということで、やっていきましょうか。第1回戦第2試合、スタートです!これ、おもろ!この企画。俺、今めちゃめちゃワクワクしとる。さあ、ということで、戦っていきましょう。まあ、サークルはもう回さずにどっちもスタートしたいと思います。
公平な勝負をやりましょう。それでは、Let's get it on! いざ、勝負！いや、えぐ！この絵面見て！熱くね！これ、うわ！お互いに、まずもうこれ完全に俺が実況じゃん。必殺溜まったら撃つロボットだからね、俺。完全にまず俺あれだね。うわー！取り付き、お払いのルールとか決めてなかった。お払いとかはした方がいいよね、多分。すいません、こういうとこからちょっとガバーが出てくるんですけど、お払いとかはした方がいいと思うのでお払いとかしていきます。まあでもなんか見た感じ俺が完全に実況に回る。あー闇マロピンとか倒しさしてないのに闇マロが倒すんだね。さあこっじゃあまだこっちがあれかよ。あ全然こっち押してる印象というか押してる感じするね。あ必殺溜まったんでオロチ打っていきましょう。おーイケメン系も倒していくということは、この状態、おーシユンスケが、意外とシユンスケ結構圧倒的だね。アマタのオロチ、溜まったので撃っていきます。相手チームは必殺技まだ1個も溜まってませんが、いや、圧倒的だ。さあ、僕は完全に今実況に回っております。こっち側は回復がいないから、難しいかなと思ってたけど、まだ全然いけんだね。さあ、多分これで、うわーまあ、ここまで来たら、すごい、タンが絡んじゃう。うわ、しかもここでオロチにオロチが取り付くことによって HP の少ない妖怪をこう狙われにくくするという戦法も、シユンスケくんやってんだね。強っ。さあ、というわけで、あーっと、ここで、決め込んで、最後オロチ溜まったんでオロチの必殺技打ちたいと思います。キュービが、ラストいるんだけど、取り付かれちゃってる状態だからね、これはだいぶ、厳しいんじゃないでしょうか。シユンスケくん、まだ一人もやられてない状態で、このヤマタノオロチで、おー勝利ー。意外と全然圧勝だったね。やっぱレベルが大事なんだね。ということで、第1回戦第2試合、シユンスケくんの勝利です。いや、熱かったね。ちょっとこれは一番熱い決勝戦になるね。俺適当に選んだのに熱い。はい、ということで、次で決勝戦だね。決勝戦ちょっとシュンスキ君の戦い今見たし、シュンスキ君は相手ロムで行くか。ということで、やっていきましょう。ああ、始めちゃった。さあ、ということで、熱き決勝戦が今始まろうとしております。流星 VS シュンスキ。当時やり込んだ同士だね。完全に。まあ、プレイ時間ではじゃあ全然でもシュンスキ君の方があるんだね。87時間ってことは。ただ、大事なのはこのもう手持ちの妖怪、撃った時点での手持ちの妖怪の強さだから。熱い決勝戦始まるぞ。はい、ということで小柳郵便着きました。もう一度紹介しましょうか。パーティーこんな感じです。まあ全員レベル99ってところがすごいところかな。あとこの流星くんはね、僕の開封動画一発目の動画で紹介してもらった子だから、まあ初代みたいなとこではあるよね。さあ、ただ、まあ、どちらかというと、みたいな、外、非力とかなしで戦っていきますから、これだって3級だぜ。流星くんだけやっぱおかしいんだ。流星くんだけやっぱやったんだ、対戦ね。対するは、シュンスケ。さっきも見ましたけど、パーティーこんな感じ。ブシニャンが54ってとこ以外は、全部、妖怪99レベルで。さっきみたいな戦法、影オロチの取り付き戦法みたいなのがあれば、結構強いんじゃないかなと、思います。ということで、お、来た、ふすまの音。ということで、第1回、中古で買った妖怪ウォッチ最強王決定戦、決勝戦、始めさせていただきます。勝つのは流星か、シュンスケか、対戦。ファイ！さあ、始まろうとしている。さあ、来たね。ドゥッドゥルドゥーン。ということで、始めましょうか。それでは決勝戦スタートです。どっちが勝つの。いざ勝負。さあ、先手を取るのは流星。相手は新、おーっと流星かわす。ここでさあ、熱い実況。お、流星がブシニャンをまず撃破。ブシニャンまずレベルの低いところを狙ったといったところでしょうか。ただ向こうからの攻撃、おーっと、ただここを新オーバーで回復していく見事な連携プレー。流星やるのか。流星、さあオロチを次は狙っていく。オロチも倒した。影オロチの攻撃をめちゃめちゃ避ける。そしてオロチ、いざざざ溜まったので撃っていきます。
これはやばいね。果たしてこの勝負がどう出るのか。さあ、そして山田道の血をここで勝ち込んでいく。今のところは流星君には全然強い。レベルは同じようなもんなのですが。さあ、ということでここで倒して、裏側のチーム出てきました。まずは新オーバーのワンツーポイントからの、さあ、ただ、煉獄の術をキュービに打っていくが、同じ炎タイプなので効果がないです。さあ、そして嵐、おお、これは効くか。おっと、相手からの3連攻撃。そして、竜くん、竜神か。竜神は攻撃することに回復する能力を持っているようですね。さあ、ここでの取り付けは痛いんじゃないか。取り付け解除は、取り付け解除していきますね。取り付けも解除していくというルール、定められてます。あーっと、いい取り付け。いい取り付け、ここで使っていくんですね。で、これ戻しまして、オロチ一冊温まったんで、オロチ打っていきますよ。いや、キュービが強い。キュービがこの思いの方が硬い。キュービ、そしてただここでオロチが一冊技を打っていくということで、キュービは思いの方が硬いです。さあ、そして、これは誰が倒れるか？まだ倒れない。そしてキュービをお払いしていきます。さあ、ということで、おおっと、オロチに大ジャンダメージ、オロチに大ダメージ与えることができましたよ、向こうのチーム。さあ、おっと、なんだ今のクールタイム。おっと、天狗撃破。そしてキュービは取り付きで虫歯アクションを狙っていきます。さあ、オロチを倒すのか、新オーバーが回復するのが先かといったところでしょうか。さあ、このまま行って、次に動くのは誰だ。次に動くので世界が変わりそう。次はなかなか動かない。何をしていた今の時間、君たち全員何をしていたんでしょうか。さあ、ただ相手側だいぶピンチです。今だいぶですよ、だいぶ追い込まれておりますよ。今流星くんがだいぶ有利です。そして流星くん残りの妖怪数は2。ここからまくることができたら奇跡に近いですが、なかなかそれは厳しいんじゃないでしょうか。まあもうとあのね、ギャンブラーたちも今全員流星くんにベットしております。さあ、ここでオロチの必殺が溜まってしまった。ということはこれさすがに HP が高かった妖怪2人とはいえもう耐えられないんじゃないかと業界人たちは悟っております。ここで3度目の山田のオロチが決まっていく。これはどうなるのか。まだ耐える。そしてドラゴンパワー、力と揚力がだいぶです。龍神ここで攻撃を決めることができれば、あーっと、その前にやられてしまいました。そして残り相手の妖怪はキュービ1人。おー、ということで中古で買った妖怪ウォッチ最強は流星。おめでとうございます。完全勝利でしたね。レベルは同じぐらいなのにどこでこんな差がついたのか僕でも分かりません。思わず熱くなってしまう戦いでした。誠にありがとうございました。これは熱い戦いでした。ということでこちらですね。やっぱこの新オバーって回復役がいるのがやっぱ強かったね。はい、ということでどうでしたでしょうか。第1回妖怪中古で買った妖怪ウォッチ最強王決定戦でした。正直言っていいですか、めちゃめちゃ面白かったですこんな動画が見たいという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。中古まだね買ってきたらね、 4つぐらい貯まったらまたトーナメントしようとなると思うので、はい、そちらもよかったら見ていてください。ということで以上ピパランダのポカでした。やっぱ流星くんには、初代一番最初にあげた動画だし、初代大会の王者っていうこの2つの賞があるからね流星くん頑張ってください。はい、ということで以上です。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。お疲れ様でした。みんなも中古買ったらこれやってみてね。めちゃめちゃ面白いです。